はいどうも J チャンネル J です。お元気でしょうか。今回はですね、ヘッドホンについてちょっと話してみたいと思います。今使ってるのもですね、サウンドハウスで買った、クラシックプロ CPH7000 っていうんですけどね、これがですねもう何年も使ってて、ここらの方ですね、こう、まあ、よく見えますかね、剥げてるんですよ。すごくね、ここらがね剥げてるんだけど、まあ別に音質も良いし、あの問題ないんですけど、書き心地も問題はないんですけどね、一つだけ難点があって、僕ですね耳が大きいんですよ。耳が大きいので長時間してると非常にこう疲れるということで、長時間しても疲れないというのをですね、ヘッドホンをネットで探しました。ありましてですね、こちらの方がですねパイオニアのですね SEM290 っていうんですけど、これをですね、これがもう売り切れてるらしいんですよ。で次のモデルが出てるんだけれど、この次のモデルのその後継機にあたるのがですね非常にあの評判が悪くてですね、このパイオニアの SEM290 っていうのがすごく評判が良くて、こちらをしてみようと思ったんですがですね、これがですね今 Amazon の方でまあ売っていたんですよね。これが今あの発売が終わってたのかな、でも Amazon では売っていて、これがなんと1万300円という売っておりまして、こちらの方ですね、こちらですね、パイオニアの密閉型ヘッドホンオーディオ用 SEM920、 1万300円ですね。送料無料ですね。1万300円と後継機種が1382円、だから安いですね。こちらがだからもう人気があるから高くなってるのかな、ね、SEM531 はこちらも2000円か1000円くらいですね。それに比べて SE の M290 は高いということですね。中古品で5000円ぐらいで売ってますね。はい、そして Yahoo の方の通販の方もですね、 SE の M290、14,214円と11,840円ですね。でこれは高いところでは16,800円になってますね。結構人気なんですねこれ。まあ、安くはないということだったんですが、まあ、中古でオークションでちょっと探してみたらですね、これがなんとなんと1385円で、これがですねなんと落札しましてですね、落札ができて今日届きましたのでご紹介してみたいと思います。まあもちろん中古なんでねあれですけど、まあね、まあ程度がいいっていうふうに書いてあったんで、これですね、はい、これがですね、こんな感じですよ。はい、ちょっとチャチいな、こういう感じです。はいはい、まあね今消毒しましたが、中古なんでまあねしょうがないと思いますが、まあ、コードが結構長いですね。コードが約1メートル、2メートル50ぐらいあるかな、結構長いです。まあまあね、まあまあの感じでしょう。はい、ちょっと装着しています。まあまあいい感じですね。耳がすっぽり入る感じで、いい感じですね。これをちょっと比べてみると、そうですね、今のこのクラシックプロとですね比べてみると、そうですね、ここがね頭にね直接これは当たるんだけど、これはここでね当たるから頭にちょっと優しいですね。こういう風にふわっとなってしまうので、こっちの方が非常に優しいし、こう耳をすっぽり かぶせるんですよね。この大きさが若干違いますね。大きさをちょっと測ってみましょうか。大きさをね測ると、若干こう100円ショップでねこういうのがあるんですよ。ですね、こう内側はこういう感じですね。内側はこういう感じで、そっか、こういう感じですね。クラシックプロの方は 4.5 ですね。パイオニア派の方が、若干ちょっと広いぐらいですか。パイオニアの方が5.1、若干のこの違いが見えますかね。若干違いがありますけど、こっちの方がちょっと広い。ちょっとだけでもやっぱりだいぶ違いますね。圧迫感が違います。これでちょっと、そうですね。決してね、このクラシックプロがね、悪いというわけじゃないんですよ。ここの方もね結構いいんですけど、やっぱりこの耳にねこうピタッとくる圧迫感があるんですけど、こっちの方はですね、その耳の負担が少ないということで、これをちょっとね、まあ、1380円、送料が
送料が結構かかったのかな、でも2000円ちょっとぐらいで買えたので、まあ、Amazon で新品をね、例えば1万円で買うよりか、ずいぶん安かったと思います。ここは伸びないですね。あ、これと構造がちょっと違うんですね。ここはですね、あ、直接こういうふうにここに頭に当たるので、ここがこう伸びるようになってるんですね。こういうふうに伸びるようになってるんですけれど、ここは伸びないで、ここで調節するんですね。こういう感じで、あはは、そういう感じですか。そういう感じでぴったりヒットするということですね。ははは、ちょっとまあ見た目がちょっとあれですけどね、まあいいでしょう。はい、こんな感じです。はい、これはですね、ちょっと音の比較をね、自分でしてみたいと思います。はい、ちょっと軽いショックを受けました。やっぱりですね、このクラシックプロの方がクリアな音がします。こちらはね、低音はあるんだけど、その上に突き抜けるようなね、ギターなんかのこのアコースティックギターなんかのこの繊細な音はこれで拾えませんね。あとはもう一つシュワのですね、こちらの方で、215というのでやってみたんですが、やっぱりこれもちょっとクリアでしたね。うん、このパイオニアの、M290 かけ心地だけはいいけど、ちょっとね、やっぱりこう、どうなの、かけ心地はいいだけで、音はちょっといまいちでしたね。残念でした。ということで、これはどうしようかな。なんかプレゼントかなんかにしようかな。ちょっとまあ考えます。それではまた、J チャンネルでした。